仙台に新たなスケートリンク誕生、羽生ゆずるさんが歓迎のメッセージ。仙台市は、ゼビオアリーナ仙台、大白区に通年で利用可能なアイススケートリンクを開設するため、ゼビオホールディングスとの基本協定を結びました。この歓迎すべきニュースに際し、仙台市出身のプロスケーター、羽生ゆずるさんが締結式に動画メッセージで登場し、 仙台への新たなスケートリンクの実現に向けた大気な一歩が踏み出されたと喜びを表明しました。今回のスケートリンク解説には、地元のスポーツ愛好者や市民にとって待ち望まれていた瞬間となりそうです。1点、スケートリンクの解説による地域へのポジティブな影響。を、仙台市が通年で利用可能なアイススケートリンクを設けることは、地域社会に様々なポジティブな影響をもたらすでしょう。まず、 スケートリンクは若者や家族連れ、スポーツ愛好者にとって新たな娯楽の場となります。これにより、地元経済にも活気が生まれ、周辺エリアの発展が期待されます。2点、羽生結弦さんのメッセージに込められた期待と意義。羽生ゆさんが締結式に動画メッセージで参加し、新しいスケートリンクの実現に対する期待を表明したことは、地元のスケート愛好者やファンにとっては特に感慨深い瞬間でしょう。 彼の存在がこのプロジェクトに対する期待感を一層高め、スケートリンクが地域にとって特別な場となることを予感させます。また、羽生結弦さんが仙台市出身であることから、地元に対する深いつながりや愛情も感じられます。3点、スポーツ施設の整備が地域振興に寄与。新たなスケートリンクの解説は、スポーツ施設の整備という観点からも地域振興に寄与します。 スケートリンクは単なる娯楽施設だけでなく、アスリートや若手スケーターにとってトレーニングや競技の場としても機能します。これにより、地元のスポーツシーンがより活性化し、将来的なトップアスリートの発掘にも寄与することが期待されます。4点、ゼビオホールディングスとの協定による協力体制の形成。スケートリンクの開設に向けた基本協定の締結は、 地元企業であるゼビオホールディングスとの協力体制を築く重要な一歩です。企業と地域の連携は、地域振興において不可欠であり、スケートリンクプロジェクトにおいてもゼビオホールディングスの協力があれば、より円滑な進展が期待されます。地元企業の地域社会への貢献が具体的な形で現れる良い事例と言えるでしょう。5点、地元経済への波及効果。スケートリンクの解説には、 地元経済への波及効果も期待されます。リンク周辺には新たな観光地やショッピングエリアが誕生し、これに伴って地元の小売業や飲食業も活況を呈するでしょう。地域全体が活気づくことで雇用機会も増加し、市民生活の向上に寄与することが予測されます。仙台市がゼビワリーナ仙台に新たなアイススケートリンクを開設する基本協定を結んだことは、地域社会にとって大きな前進となります。 特に、羽生ゆずさんがこのプロジェクトに対する期待を示すメッセージを寄せたことで、地元のスケートファンや市民にとっては、さらなる喜びと期待が広がることでしょう。スケートリンクの解説は、地元経済の活性化やスポーツ振興に寄与するだけでなく、地域社会全体に新たな活力をもたらすことが期待されます。ゼビオホールディングスとの協定により、地元企業の地域への貢献が具現化されることも大きなポイントであり、 地元経済においても好循環が期待されます。今後、スケートリンクプロジェクトが円滑に進展し、地域に多くの人々に喜びと活力をもたらすことを期待しています。